16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は横向きの時枕をどん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 高くしてはいけない理由、上向きと横向きの高さについてお話していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。どうされましたか？はい、普段この寝る時に上向き横向きと寝ますよね。僕、横向きの時は枕を高くしたいんですけど、それはいけないことなんですか？私も診療室でよくこのような質問を受けます。横向きではどうしても枕を高くしたい、高くしないと肩がきついとか、中にはこのような凹凸の上を向いた時の中央部分は低く、右向き、左向き、両方のサイド、横向きになった時には小高く高くなっているような枕を使ってしまう方も少なくありません。実はこれは人間の体の構造から考えると間違っているんです。今日はそのことについて実際に寝た姿勢を見ていただきながら解説していきたいと思います。先生、枕は横向きの時は肩幅がある分、この分高くしないといけないんじゃないんですか？このような質問をよくいただきます。多くの方が肩幅の分だけ横向きで枕を高くしようと考えてしまうんですが、これは必ずしも正解ではありません。そのキーワードは人間の体の調節能力、寝る時には肩幅をうまくコントロールしているんですね。ではこのように座って手を垂らしたまっすぐの状態、このままちょっと横向きで寝てみましょうか。はい、お願いします。上向いて、そこから横をそのまま向いてみてください。肩を下に引き込むような形ですね。このように、もし座っている時、立っている時の姿勢でそのまま寝てしまったら、確かに肩幅がありますので、頭が下がってしまって肩幅に対して枕の高さが低すぎるという現象が起こります。あくまでこんな状態で寝る人いますかね？ないですよね。なぜかというと、もう一度上向いていただいて、実際に眠っている時には意識がない中でも横を向こうとすると、下になる手を引いてはいけないので、この手は前に出てきます。そして横向いてください。肩甲骨の付け根から腕に関しては前方に出るような形で、決して真横を立位、立っている時のそのままの横向きではなく、柔軟に肩が前に出た状態で横が向けるんです。人間の潜在的な能力と考えてください。そうすると、実際に寝た時の肩幅というのは起きている時の肩幅よりも小さくなります。これによって上向きに合っている枕と同等の高さで横向きも適合するということが実現できるんです。しかし、ある特殊な体型の方はこの限りではありません。例えばものすごく肩幅が広いとか、肩に肉がついていてがっちりしていて、全体の体格の中でも肩周りがすごく大きいという方に関しては、その限りではないので少し工夫が必要になってまいります。もし、この方が非常に肩幅が張っていて肩幅が広い方だとすると、横向いていただけますか？確かに肩が少しきつくなることがあります。この場合、どん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 枕を高くしてしまうと、肩幅は適合して肩の圧迫は少なくなったかもしれませんが、上向いてください。どうですか？喉が詰まっているの分かりますか？喉苦しくないですか？喉が圧迫感があります。はい。横向きにばかり枕の高さを合わせてしまって、どんどん枕の高さを高くすると、今度は上向きになった時に合わないわけです。そこでもう一度戻します。
ください。枕をどんどん高くするのではなく、敷物やベッドマットレスの方で肩の圧迫するところを少しだけ柔らかくして沈むようにすることが的確です。横向きで肩幅が広い方、肩が厚い方、どうしても肩の圧迫が気になる方は、適切な枕とともにマットレスや布団での調節、肩が沈む余裕を作ってあげてください。具体的な方法としては、お布団の上に少し柔らかい敷きパッドを敷く、 2,3 センチのやや厚めの敷きパッドで肩の吸収する部分を作るのも一つの良い方法だと考えています。ぜひ試してみてください。先生、真ん中が低くて端っこが高い枕が理想的じゃないですか？このような凹凸の枕というのは、確かに横を向いた静止状態では肩の圧迫が和らいで楽かもしれません。でも当研究所では、最も睡眠姿勢で重要なことは、上向き横向きの静止状態と同様に、寝返りというダイナミックな動的な動きというのも重視していますので、寝返りという観点から考えると、表面に凹凸があるのは良くない、寝返りがスムーズではなくなってしまうんです。最終的に上向き横向きのみならず、寝返りも楽にできる、人間として生理現象である寝返りがスムーズに打てるようにするためには、平らでかつ、高さが合っている枕を使いつつ、どうしても肩の圧迫感がある方は、先ほどお話したようにマットレスや布団の方での微調節をすること、これが完璧な睡眠の姿勢を整えるために重要なポイントだと考えていただければと思います。実際に試していただくと、ぐっすり眠れる、もしくは体のさまざまな症状、これがどのように警戒するかを経験することができますので、ぜひ今晩から試してみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。